今日はですね、35度近く、5度ぐらいかなの、猛暑でした。今ちょっと夕暮れ時になって、まあ、大井ママさんが洗濯物を取り込むということなので、空調服を試してもらおうと外に出てみましたら32度ですね。この状態でどうなのか感想を聞きたいと思います。はい、これがその空調服ですね。ちょっと下に置くと汚いかな。うん、ちょっとそこでちゃうから取っとくか。電源だけつけましょう。今4、2ぐらいでかな。よいしょ。いいね。はい、ではよろしく。はい、音は盛大にしています。はい、宇宙服みたいになってるけど、パンの位置はウエストよりちょっと下ぐらいだね。あの下の方には持っていけてないのか。まあいいのか、上に来ちゃうってことだね。あ、それはでもいいのかもね。背中が涼しいかもしれない。はい、じゃあ作業お願いします。勝手にしてみよう。うん、しましたと。さあ、どうでしたか。ほんとね、うん、ちょっと自分で来た時に調整するといいのかもしれないのと、場所ってことね。そう、なんか、うん、ね、ちょうど私が、うん、あの位置が悪いのか、ちょうど一番出っ張っているお尻の、うんうん、ちょうど上あたりにファンが来ちゃうので、うん、風が上までなかなかちょっと抜けないことがあるのね。こう、こうお尻があってウエストがあってくぼみがあるじゃん、ウエストのところ、うん、ここのところにから上に来にくくって、うん、ちょっとなかなか最初の方首まで来なかったのね、うん、あれ首まで来ないと思ってこうウニョウニョウニョってやったら、うん、ちょっとこう首までこう、はいはい、抜ける時も抜ける時と抜けない時があって、うん、やっぱり、体型的に、うん、なかなか男性みたいにこう、うん、なんていうの、凸凹がないっていうか、うん、だといいのかもしれないんだけど、はい、ちょっとね、まあ本当は自分に合ったサイズのものを買うのがいいと思いますが、うんうん、男性用の L を、小さい女性が着た場合ですね、位置を自分でいろいろ変えて、見るというのが良さそうです、うん、それか痩せることです。そうだねはい、ということでちょっとじゃあ今度は黒剣着てみます。はい、では今度は黒剣自身が来てみます。作業を特にしませんのでこういう状態ですね。うん、外気を取り込んでいますので外の空気も、ぬるい状態ですね。それが体に、入ってきている。そうね、まあ、腰のあたりが微妙に涼しいといえば涼しいのかなと思いますが、それほどではないかな。もう今30度くらいになりましたので、日の当たっている時にまた明日にでもチェックしたいと思います。はい、今冷房の効いている部屋に、戻ってきました。涼しいです。ここの室温というか空気がですね、乾燥していてさらに、涼しい状態だと
腰がひんやりします。そして今首のここからも出ているのが分かります。これはですね、まあ予測のついたことですが、まあないよりマシっていうことだとすると、袖どうなのかなどうなんでしょうか。この辺も、ちょっと明日もう一回、チェックできたらと思います。